はい、J リーグの監督としてご活躍されたと思うんですけれども、その J リーグの監督になるにはどうしたらいいのかっていうのが、なんか職業としてこういう職業があるけどその道にたどり着くまでっていうのの想像が J リーグの監督はできないんですけど、どんな道をたどってそこにたどり着いたか教えていただけますか。うんうん、そうですよね、はい、うん、J リーグの監督ね、本当にどうやったらなれるかって言ったら、うん、まあいくつかパターンがあると思うんですけど、うん、僕の場合の話だけすると、はい、かなりレアなパターンというか、なぜなら自分は J リーグでプレーしてないですし、もっと言うとその高校大学強豪ね、はい、強豪チームでもプレーしてないですし、各年代も含め代表チームにも入ったこともないですし、うん、だから結構レアなパターンなんですよ、うん、あ、だから僕じゃなくて、はい、一番 J リーグの監督になるパターンで言うと、はい、やっぱり強豪校でプレーをしていて、で J リーグでプレーをして、でそこで J リーグで引退をした後に、はい、うん、J クラブに所属しながら、はい、まあ小中高生、うん、ジュニアユースの指導者をやりながら、うんうん、まあ、J リーグで監督になるにははっきり言うとライセンスを取らないといけないですよね。あ、ライセンスが必要になる。そう、4つあるんですよ、はい、あの C 級 B 級 A 級 S 級っていうライセンスがあって、はい、で上に行くほど門が狭くなって、あの人数が限定されてるんですよ。あ、じゃあそれを持ってる方の人数がもう決まってるってことですか。そうです、持ってる 人数もそうですけど、はい、あのその年に取得できる講習会受けられる人間っていうのがもうすごく狭くなるんで、もう枠が決まってるんです、ね、決まってるんですよ。なので、まあ、さっきの話だと、プロではない育成の指導者をやりながら一つずつライセンスを取って、はい、そして最後に S 級ライセンスといって、はい、その毎年その年に S 級ライセンスを受講できる人数が、はい、おそらく最大20人で決まってるんですよ。最大で20人。そう、全国で20人しか受講できない。でもその20人に入るために、はい、あのトライアルって言って実技試験とか面接とかもあるんで、もう試験を受ける前にそのスタート地点に立つ前にテストがあるってことですか。そうですね。で基本的には全員この S 級ライセンスのを受講してね、はいはい、基本的にはじゃないな、絶対だ S 級ライセンスは受講して、はい、でこのライセンスを取らないと J リーグの監督にはなれないんで、はい、J リーグの監督になるためにはまずそれを取る、はい、でつまりそれを取るところにね、何をするかっていうのが大事なんですよ、はい、で僕の場合はその先ほど話した、うん、J リーグ強豪校、はい、代表一切絡みがなくて、うん、海外で、ね、誰にも、まあ、誰にも知られずというか、うん、インターネットも普及してない時代に海外でプレーをしていたので、はい、結果から言うとそんな誰にも知られてないですけど、あ、まあ、自分なりにプレーをして、はい、でもやっぱりオシムさんの、ね、うん、ジェフ市原のオシム監督の通訳をやったということで、はい、はっきり言うと、はい、強豪校でプレーしたとか代表に入ったとか、はい、J でプレーしたとかそんなこと一切抜きにして監督って何するべきかっていうことを監督通訳で学んだんですよ。ああ、もう仕事そのものをそこで学ばれてる、うん、だってオシムさんがね、考えて、はい、ミーティングをして、うん、練習をして試合に臨んで記者会見をして、はい、これ全部隣で訳すことで疑似体験してるんで、はい、ちょっとねだからパターンが違うんですよ。もう監督ってどうやるかっていうことのノウハウを先に知ったんで、ライセンス一個もないのにですよ。そっか。そうで、そこからオシムさんと出会ったことで J リーグの監督を10年後、はい、S 級を取ってなるって決めたので、はい、まあ、その
監督通訳をやりながらまずライセンスを取り始めたんですよね。へえ、10年ぐらいかかるものなんですか、それ自体が。僕は10年で設定したんですよ、はい、そうなんですよ、はい、まあ、いろんなルールがあって、はいはい、10年間かけて4つのライセンス取るって決めて、でも結果から言うと10年かけて4つ取れたんですよ、はい、あ、はい、で 10年かけて、最後の S 級か、はい、最後の S 級の講習受けれることになって、はい、で11年目で S 級ライセンスの講習に行って、はい、で12年目でそのまますぐブラウブリッツのオファーをいただいて監督になれたんですよね、はい、なので、まあ、自分の努力もありましたけど、はい、自分の努力っていうのは結局 S 級ライセンスを取るところから逆算して、はい、活動していたっていうのは自分のね、うん、努力であるんですけど、うん、まあ、やっぱりね、そこでオファーをいただいたりとか、うん、こう人の人脈関係っていうのはコントロールできないこともあるんで、うん、そういう意味では本当にありがたいオファーをいただいて監督になりましたよね、うん、S 級ライセンスを取られるときはまだオファーが来てない状態ってことですか。そうですね、その通りですね。要はライセンス持ってない人になかなかオファーは出さないと思う。あともう一つ、そのさっきの一番多いパターンで言うと、はい、J リーグを引退した選手が育成の指導者をやりながらライセンスを取るんですけど、自分の場合はオシムさんの通訳をやって、はい、オシムさんがいなくなった後は、これもありがたいことにほぼずっとトップチームのコーチをやり続けられたんですよ、はい、ジェフ千葉とファジアの岡山、東京ヴェルディでずっとトップチームのコーチをやり続けられたので、まあね、つまり J で監督になるために、あの監督通訳とトップチームのコーチという仕事を通して監督になる準備ができたんですよね、はい、すごい。まあ本当はあの自分もレアなパターンですけど、はい、私と同じようにね、その J リーガーじゃないとか、うん、代表に絡んでないとかっていうパターンの中で、うん、J リーグの監督にね、うん、S 級を取ってなった人がいれば、そういう人の話も聞いてみたいですよね、うん、でもパッと考えた時に思いつかないんですよね、うん、J リーグ、代表そういうところを通ってない、強豪校一切絡まずに監督になった人がちょっと思いつかないんで、でもね、そういう人がいればまた多くの人のね、うん、こう希望にもなると思うんで、うん、あのね、できるといいですよね、そういうのも。すごい、でもそこを通らなくてもなれるっていうのがもう早瀬監督は体現されてるんで、うん、そうですね、はい、ただあのもちろんあの、うん、なったじゃダメだと思うんで、ね、なってまたいい指導をして、うん、ね、クラブを優勝に導いたり、うん、昇格に導いたりしたいと思っているので、うん、私はまだそこの経験がないので、うん、あのしっかりね、はい、実力をつけて頑張りたいと思っています。応援してます、はい、ありがとうございます。